まかった、干からびるとこだった。食ったら帰れ。何言ってんだ、一緒に帰ろう。一つ、はるばる迎えに来た己の船の船長を俺は侮辱し、無抵抗のお前を力の限り傷つけた。だから俺は今更お前の船には戻れない。二つ、第四あるクソジジイおよび俺が育った故郷海上レストランバラティエを人質に取られてる。だから俺は結婚式から逃げるわけにはいかない。三つ、血のつながった悪の家族がビッグマムにはめられた。数時間後全員が殺される。何の恩もない恨みしかねえクズどもだが、俺はあいつらを見捨てて逃げることができない。以上三つの理由で俺はお前らと一緒には帰れない。理解したら消えてくれ。逃げ出す勇気がねえ。式が始まったら俺一人じゃ止められねえのに。家族だとも思わねえあのクズども、俺は助けたいと考えている。うん、だってそれがお前だろ。俺たちがいる。式をぶっ壊そう。サンジの本心を聞き出し、一味と連絡を取ったルフィはジンベエの取りなしでビッグマム傘下のベッジと会見する。ベッジはビッグマムの部下でありながらお茶会を利用してある謀略を進めていたのであった。さて決めようか。まず手を組むかどうかから。ベッジはその警戒心と防衛力の高さを買われ、今回の茶会で護衛の全権を任されておる。その立場を利用し、ベッジはビッグマムの首を取る気なんじゃ。うちとしちゃおめえらはただの邪魔者。ここで全員消すってのが一番世話ねえが。俺が死んだらビッグマム暗殺のチャンスはゼロだ。ああ、残念ながらその通り。どうじゃルフィ、直感ではこいつらと組めそうか。どう思う？殺し合いなら後でもできるが、今手を結べばお前たち全員に利がある。作戦は？誓いのキスでプリンはサンジを撃つ。その銃声が作戦開始の合図だ。麦わら、おめえはママの席の正面に置かれたマザーカルメルの写真を叩き割る。
理由はわからん。それでビッグマムは発作を起こして規制を上げながら覇王色の覇気を発動するらしい。ちょっと待ってよ、それじゃルフィがおとりになるみたいじゃない。いいよ、写真を割るのは俺がやる。今面白い登場の仕方考えたんだよな。なんでしょう、楽しそうですね。会場がたじろいでる間に俺たちはママを暗殺する。おめえらはその援護だ。他にやりたいことがあるなら止めやしねえ。用が済んだらさっさと逃げろ。互いの船に行き着いたらこの共闘もそこまでだ。武運を祈る。よし、さあベールを上げて誓いのキス。お前が終わる瞬間だ。どうしたプリン、なぜお前が倒れるんだ。ミスターナミライオン、カタクリ。よく見ろサンジ、この忌まわしき第三の目を。なんて美しい瞳だ。ごめん、近くで見たらつい見とれて。ながら気味が悪いねプリン。この目を美しいなんて言ったやつはただの一人も。どうしたプリン、早く撃て。プリンちゃん、ふざけんな、ふざけんな、殺すんだ。私はお前を。避けた。一体どういうことだい、カタクリ。プリンに何が。
諦めろ。レイジ、先へは行かせない。ヨーレックスバズーカ。無駄だ。落ち着け。タイム。いえ。無駄だ。私たちには大事な目的が。今は戦っている場合じゃありません。無駄だ。落ち着け。ろくな未来は待っていない。それでも俺に挑むのか。相当待つ。カタクリは厄介な能力の持ち。こいつから家を急いで進むぞ。無駄だ。無駄だ。どこへ行くつもりだ、ペロリン。キャンディーウォール。初めからお前に勝ち目はない。そこを通してもらおう。私が止めてみせよう。みんなで行けば敵が集まってしまいます。そちらは任せていいでしょうか。あいつら狙いはママだ。そのカルブの写真か。甘くなかったか。姉の壁が溶けた。現実すべるぞ。麦わら、ジンベエ、死ね。あ？誰だあいつ。バザーカルメルの写真を割りやがった。しまった。ビッグマムが割れた写真を確認した。あとは叫んで規制を上げるよ。それが誰だか分かっているのか。なぜ規制を発しないんでしょうか。もしかして抜け抜き麦わらの一味マザーの写真。ルフィさん、ビッグマムは今何に起こればいいのか混乱しているんです。割れた写真をもう一度見せましょう。後ろ。勝負に何の意味がある。
ここまで来ればひとまず安全か。ビッグファーザー、グレーゼ、全員俺の中へ入る。どうにかここまで逃げてこい。なんとジェットシュート、オープライフルダンプ、ジェットピック、ゾウを呼び込んでいるのはデオスネオ。あいつを倒さない限り邪魔は不要一方だな。はい、脱出です。他の皆さんはご無事でしょうか。よし、これで全員入ったな。